はい、こんにちは、団長です。今日は2020年8月の31日月曜日ですね。今日も団長ニュースの方をお送りしていきたいと思います。はい、まずは、日経平均ですね。はい、日経平均株価は4営業ぶりに反発して、前の週の金曜日ですね、金曜日から257円11銭高の約 1.12% ということで、23,139 円76銭で終えたということです。23,000円回復してきましたね。良かったというようなところだと思います。はい、上げ幅は一時459円に達したということで、この大きな上髭ですね、この上髭のところまで来たということで、やはり、昨日の団長ニュースで上げさせていただいた通り、今日は戻りが入ってきたというような形になりました。ただしですね、これ 見ると前の高値ですね、まあもちろんですが一気に超えてないと。で、上髭、同じような上髭ですね、この辺はツンツンとした上髭が出てきてしまってますので、まあ、もしかしたら明日にもよりますが、これですね、やはりこの辺が天井になってくるかなというようなことも考えていかなきゃいけないかなと思いました。はい、ということで今日は、絶好調な銘柄、もしくはですね、再度パンパカパンになりそうな銘柄と、逆にですね、反落していきそうな銘柄についてそれぞれピックアップしましたので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、では早速個別銘柄に入りたいと思うんですが、チャンネル登録ですね、どんどん、登録していただいている方が増えてきてます。本当にありがとうございます。はい、今650人を超えたところなので、あと1000人まで、もう少しというところになってきました。まだですね、チャンネル登録していただいてない方で毎日見ていただいている方、はい、団長のモチベーションにもなりますので、何卒チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、では早速個別銘柄に行ってみましょう。はい、最初の銘柄です。最初の銘柄はマルハニチロですね。マルハニチロはこのところいいですね。底値から一旦上がって、一回お休みをして、ここそうですね、1年生2年生ですね、第1波第2波で第3波でこのあたりですね、ここで下半身つけましたので、相葉先生の手法で言うとここがエントリーポイントですね。で、その次の日が金曜日ですね。一旦高値2400円まで行ったんですが、やはり陰線をつけたというところでした。で、今日月曜日でまた2400円まで来てますね。ということは、前の時、ここですね、前の高値が2400円ちょっと超えたところで陰線をつけてますので、ここですね、ここを抜けてくるとさらに強いかなと思います。下から数えると1、2、3、4、5、6ということなので、明日2400円を超えてくると、これですね、1波、2波、3波という形の、相葉先生の日大の形ですね、を形成していくかなと思いました。はい、週足見てみましょう。はい、週足ですね。週足で見ると今、紫、青、赤、緑ということですね。この辺りが逆パンパカパンでずっと来たんですが、その後底張りをして、はい、7月31日の週で一旦2000円のギリギリですね、ところまで来たというところです。2021円まで来まして、その後陽線陽線陽線、下から数えて1、2、3、4、5、6、6週ですね。今6週目に入ろうとしているところです。ということで、ここに青と2500円のレジスタンスがありますので、2500円までは順調に伸びていってくれるのかなというようなことを考えたい銘柄となります。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はヤクルトですね。ヤクルトはコロナショック後ですね、一気に伸びてきました。これはですね、ここの上げは強かったんですね。その後これちょっと横ばい始めて、一旦また下落ですね、し始めてきたという局面まで来てるんですが、そこからもう一度上げて、今これですね、これ陽線がつくと日大の形ですね。先ほどの銘柄と同じような日大の局面に差し掛かろうとしているような銘柄になっているかと思います。いい点で言えば、緑のサポートラインがあるということと、6000円の節目でなんとかこれですね、節目効いてますね。3日連続6000円割らないというような局面に来てますので、この後陽線が続けば日大の形で強くなっていくかなと期待したいような銘柄です。ただし、これはですね、週足を見ると、はい、こちら週足です。週足で見ると、上に紫、緑、青が揃ってるんですね。このあたりかなり強い層になってくるかと思いますので、このあたりのレジスタンスを抜けるかどうかが鍵になってくるかなと思います。下支えしてくれてるのは5日終戦ですね。5日終戦が下支えしているような状況になってます。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はセリアですね。
セリアはずっとパンパカパンできて5000円の節目にあたって下落をしていると、ということを先週の団長ニュースでもお送りしたかと思います。で、今日はですね、陽線つけました。やはり緑の20日線にサポートされた上での陽線ということで、これはですね、もう一度引き続きですね、このパンパカパンが復活してくるのかなということを期待したいような銘柄になってきます。エントリーポイントとしてはやはり下半身ですね。これまだ下半身の状況じゃありませんので、ここでの打診売りは失礼しました、打診買いはちょっと危ないかなと思いますが、明日以降、陽線つけて、この5日線が右肩上がりになってくれれば、そこがエントリーポイントになってくるかなと思います。ということで、これはですね、今週日々観察していきたいような銘柄になったかと思います。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は小野薬品ですね。小野薬品は綺麗にパンパカパンで上げたんですが、ここのあたりですね、このあたりからちょっと横ばってしまって今下落したというところなんですが、これも緑のサポートにですね、支えられているようなチャートになっているかと思います。ということで、こちらも先ほどのセリアと同じように明日以降で陽線がついて下半身を形成してくれると、このパンパカパンですね、再度継続というような形になってくるかなと思いました。週足で見てみますと、はい、こちら週足ですね。週足で見ますと、下から紫、青、緑、赤のパンパカパンの状況ですね。ということは、長期足ですね、週足で見るとやはり強い局面ということが言えるかと思いますので、今一旦下落してますが、ここが落ち着いて上から数えると1、2、3、4、5、6、7なので、8、9ぐらいで、ここをなんとかサポートしてくれて、そこから下半身ついていくと、再度、上昇局面に転ずるかなと思いました。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は大塚商会ですね。大塚商会は今日ですね、紫割れしてしまいました。昨日の陰線ですね、金曜日の時点での陰線がなんとか、この実態がですね、紫にサポートされたので、多くの銘柄は今日陽線がついてなんとかサポートされているというような局面になってるんですが、残念なことに今日これ陰線つけてますね。ということで、紫割れをしてますね。団長の検証動画第1弾の紫割れの局面に来ていると思います。上から上昇してきて横ばった後の下落というところですね。逆下半身つけたのが、先週のこれですね、金曜日の時点で、今日なんとかサポートされればよかったものの、今日も陰線でついに紫割れしてしまったというような局面になってますので、これはもしかしたらちょっと弱気ですね。売り目線で見ていっていいかなと思います。緑の20日周線でもやはりこれ割れてますので、このあたりはパンパカパンが一度終わって、その後下落の局面ですね、新たな局面に入っていってるのかというようなことも考えられるかと思いました。はい、こちらは、大塚商会、青ブロックにかかってますので、一旦下げて上昇したんですが、青にブロックされて上から 1,2,3,4,5 というような局面になっております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は JT ですね。JT も下からですね、ここが1800円の底値で、ここから上昇したんですが、この青と紫の厚い壁に阻まれているというようなところでした。で、なんとかここは抜けよう抜けようと頑張ってくれてたんですが、ついに、今日ですね、緑のサポートラインも割り込んでしまったという形で、逆下半身ですね、この相場先生の逆下半身の状態にもなっているというような形になってますので、これは一旦ここから強くなるっていうのはちょっと考えにくいかなと思います。ということで、これは完全に下落目線で見てもいいような局面になっているかと思いました。週足見てみますと、はい、こちら週足ですね。週足見てみますと、やはり上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンの状況が長く続いてますね。ここはなんとか復活しよう、なんとか復活しようとしてるんですが、過去からずっと下落してるんですね。これは月足で見た方がいいかもしれないですね。月足見てみましょう。はい、月足で見ますと、最後が17年の5月ですね。17年の5月を最後に、そこからずっとやはり下げてきてしまっているというような局面になってますので、JT は引き続き売り目線になってくるのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は中外製薬ですね。昨日の団長ニュースでもお送りさせていただいた通り、やはりこれですね、紫割れを起こした逆下半身というところだったと思います。で、団長もこれ、
今日ですねエントリーしようかどうか迷ったんですが、やはり今日はですね日経平均押し目買いがあって戻ると思いましたので、今日のエントリーは差し控えておきました。で今日ですね軽い陽線つけてるんですね。ただここはまだ依然弱い状況になっているかと思いますので、明日からの状況で再度陰線つければやはりこれも絶好のエントリータイミングになってくるかなと考えております。ということでこれですね今週毎日見ていかなきゃいけないような銘柄かと思いました。はい、では続いての銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は村田製作所ですね。村田製作所は昨日の金曜日の時点でこちらもですねなんとかヒゲで紫にサポートされたという局面でしたが、今日も同じくまた大陰線つけてしまったというところです。もうすぐで紫割れですね。これあと明日になると紫割れしてしまうか、もしくはここで押し目買いで陽線つけると、完全にどちらかの状況になってくるかなと思います。でこちらはですねトレンドフォローなので、もし紫割ったらエントリーですね。日柄で数えますと上から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12という形ですね。で一旦ここが横ばった頂点とするとここからなので1、2、3というような形になってますね。なかなかエントリーできるかどうかちょっと難しい状況ですが、やはりここはダブルトップを形成してからの下落局面というふうに見るのが自然かなと思います。はい、週足こんな感じですね。先週の時点で緑の20日周線にサポートされてるんですが、今日またですねこれ20日周線の下に来ているというような状況になってますので、やはりこれはですね一旦ここもダブルトップですね。週足で見ると2回ダブルトップなんですね。これが1回でここも高値ですね。同じ高値のダブルトップで、週足で見て日足で見ても1回2回と小さなダブルトップをつけているというような局面になってますので、やはりこれも売り目線で見ていった方がいいかなと感じました。はい、以上が2020年8月31日月曜日ですね、団長の気になる銘柄になりました。マルハニチロ、ヤクルト、セリア、小野薬品、大塚商会、JT、中外製薬、村田製作所で、お送りできなかったんですが、江崎グリコ、武田薬品、昭和電工も、危ないような銘柄かなと思います。またこちらはですね、ぜひ、チャートの方を見てみてください。今日の株価上昇はある程度想定内だったかなと思うんですが、ここですね、この上髭とほぼ並んでしまっているというような形になりますので、この形ですねほぼ天井圏内かなというような感じも捉えられます。でここが一旦上昇して下落して上昇して明日以降陰線ついちゃうと、これがダブルトップですねというようなチャートになってきますので、引き続き予断は許せない状況かなと考えております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。